極意、橘昇手控えは、藤沢周平による日本の時代小説連作短編集シリーズ。青年極意、橘昇と題して、小説現代1979年1月号から1983年2月号に連載、解題して講談社より1980年から1983年にかけて全4巻が刊行された。叔父を頼り東北の小藩から江戸へやってきて、天満長老屋敷にて、極意を務めることとなった若い医師が、囚人たちにまつわる事件を得意の柔術と推理で、次々に解決していく姿を描く。橘昇青春手控えと題して1982年に、NHK 総合、水曜時代劇にて、中井貴一主演により、テレビドラマ化、橘昇青春手控えと題して2016年から2018年に、NHKBS プレミアム、BS 時代劇にて、溝端淳平主演によりリメイクされた。東北の小藩出身の若い医師、橘昇は、江戸で活躍するという叔父の医師、小牧玄庵に憧れて、江戸へとやってくる。しかし、その叔父は、実際には酒に溺れ妻の尻に敷かれた、流行らない医者であり、居候した叔父の家では、下男扱いで口やかましい叔母とその娘、知恵にこき使われ、さらに叔父が、帰郷時に、幕府の御用に預かると吹聴していた、小伝馬町の極意の仕事までも押し付けられることとなる。若き医師、等は、この極意の仕事を通して出会う、訳ありの囚人たちにまつわる、様々な事件を身につけた鬼頭流の柔術の妙技と鮮やかな推理で次々に解決していく。講談社文藝春秋、橘昇青春手控えと題して、1982年4月14日から1982年9月29日まで NHK 総合テレビジョンで毎週水曜日20時50分に放送された。全23話。主演を務めた中井貴一のテレビドラマデビュー作品である。時代劇専門チャンネルにて2007年1月15日から2月14日まで、また2007年9月15日から10月27日まで再放送された。時代劇専門チャンネルにて2016年5月16日から6月15日まで、また6月28日から7月29日まで再放送された。人を知らずして意はその術を震えず、心知らずして、人はその道を歩めず。明日に向かって生きる、青年医、橘昇の青春事件帳、冒頭ナレーション DVD、橘昇青春手控えと題して、NHKBS プレミアム、BS 時代劇にて2016年5月13日から7月1日まで放送された。連続8回。続編となる、橘昇青春手控え2が、同枠にて2017年4月7日から5月26日まで放送された。連続8回。シリーズ最終章となる、橘昇青春手控え3が、同枠にて2018年11月9日から12月21日まで放送された。連続7回。橘昇青春手控えスペシャルが、NHKBS プレミアム、BS 新春時代劇にて2020年1月3日の19時30分から20時59分に放送。原作は藤沢周平の闇の穴より閉ざされた口。34年前の中井貴一主演による同名作品のリメイクであり、主演の溝端淳平は本作にて本格時代劇ドラマ初出演にして初主演を務めた。前作に、当の10枚、知恵役で出演した宮崎美子が本作では、知恵の母、松江役を演じた。また、前作に、同心の平塚源太郎役で出演した、篠田三郎が本作では語りを担当した。撮影は、松竹撮影所と、東映京都撮影所の両方にて、松竹、東映の混成チームによるスタッフで行われた。松竹作品を、東映京都撮影所で撮影するのは、時代劇の歴史上初となった。主要人物その他ゲスト第1シリーズ第2シリーズ第3シリーズスペシャル CD この記事は以下のカテゴリでも参照できます。橘昇青春手控えに関するカテゴリ、立花昇青春手控えに関するカテゴリー、立花昇青春手控え2に関するカテゴリー、立花昇青春手控え3に関するカテゴリー、立花昇青春手控えスペシャルに関するカテゴリー。ありがとうございます。